こんにちは、三島六三郎です。よろしくどうぞ。先生、今日は朝から六三亭がちょっとざわついてますけれども、ええ、ビップなゲストが来ているんですよね。ええ、うん、だから今日店きれいに掃除しとけよなんて言ってたんだけどね。賛否両論の笠原シェフです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。カナダでね、はい、よく一緒に料理学校でね。なるほど、笠原さん、これ道場さんと一番最初お会いになったのっていつ頃？一番最初に、ね、あの僕のお店に道場さんが食べに来ていただいたのが最初だと思いますね、うん、はい、もう7、8年ぐらい前だと思います、うん、いや、それでうちの娘が、もう賛否両論って、ま、前から知ってたけど、はい、その名前めちゃくちゃ緊張して、てるちゃんもちゃんとドキドキしましたよ。道場さんがいる目の前にいると思って、手が震えましたよ。いやいや、嘘ばっかりし。それで最後、まあ、全部お料理終わって道場さんがお帰りになるときに、道場さんが僕になんかコーヒーでも飲んでってこう小さいポチ袋をいただきました。普通でしたらね、あ、そんなって遠慮しなきゃいけないんですけども、道場さんならいいなと思って僕、何の遠慮もしないでもらってしまいました、ありがとうございます。日本料理をこう革命的にされている2人。いやいや、俺なんか、俺は単なるおかず屋ですからね。おかず屋僕はだってもう本当にあの修行時代に料理の鉄人を見て育った世代ですからね、本当道場さんがテレビに出られてるのを見てた、あの、まあ、18、19の頃ですよね。お店の寮でみんなで見てましたね。いやー、こんなにいつか出たいなとか言いながらね。今日はそんなお二人にちょっとバトルをしていただくわけ、はい、いやー、光栄ですね。そうですね、鉄人には出れなかったですけれども、ここで対決できるとはね。はい、本日のテーマはこちらです。あー、豚肉ですか。いや、豚肉ってあんまり使わない方じゃないですかね。そうです、日本料理では一番使わないですね、豚肉は。昔確認にしたりね、そういうのはやったことはあるけど、まずはこちらですね、豚しゃぶゴーヤーエでございます。ああ、いいね。じゃあまずあの1品目は豚しゃぶのゴーヤーエ、はい、作りたいと思いますね。夏にちょうどいい、あの沖縄のね、ゴーヤチャンプルーをちょっとイメージした、はい、その組み合わせでございます。ゴーヤはね、あの苦売りっていうぐらいですからね、うん、はい、この苦さが美味しいと思うんですね。そうね、この苦さをどこまでこう消すかというか、食べやすくするかが一番ポイントかなと思いますよね。だから夏はこの苦いのっていいね、僕なんか大好きだ。あ、そうですか、美味しいですよね。僕も結構このゴーヤの苦さが好きなんで、うん、はい、まあ、薄切りにした方がやっぱ食べやすいですよね。で、ゴーヤはですね、これあの僕ね、あのかみさんの実家が沖縄だったんで、はい、で、かみさんのお母さんがね、とても料理上手で、いろんなのを教えていただいて、で、このゴーヤの下処理というか、沖縄の方がね、結構みんなやるのが、いろんなあるんですね、こうね、ちょっと塩もみして洗うとか。で、僕がね、あのかみさんのお母さんが一番これがいいなと思ったやり方は、普通にここに沸いたお湯を入れて、はい、茹でるわけじゃないですね、これね、うん、熱湯につけとくだけです、これ、うん、だいたい15分ぐらい、うん、もうこれだけです。あ、これで苦味取れるんですか。そうなんですよ、程よく抜けます、これが。いろいろ僕もやってみて、これが一番いいなと思いました、はい、ただもう置いとくだけです、これ。だいたい10分から15分こうやってね、置いとくだけです。あ、いうこと覚えた。塩とかもしないです、うん、初めて。そうですよね、うん、ああいうこと覚えた。で、まあ、豚しゃぶ普通だとただお湯でね、茹でるだけだと思うんですけれども、まあ、ちょっと贅沢にやっぱ茹でるお湯にもうまみがあるといいと思いますので、うん、ちょっと昆布も入れさせてもらって、
あとちょっとお酒ありますか。はい、お酒。お酒、豚の臭み消しにもなるんで、うん、お酒と昆布を入れて、豚バラのあのしゃぶしゃぶ用の薄切り肉ですね、うん、これもとてもあのすぐ火通って使いやすくていいと思います、うん、でこれをしゃぶしゃぶするんですけれども、しゃぶしゃぶするときはもう火を止めちゃった方が僕いいと思いますね、うん、だいたい80度以上あればもう肉火通りますので、ね、うん、昆布の旨味も出たところでしゃぶしゃぶしたいと思います、うん、もうどさっと、はい、うん、これぐらい一気に入れたらちょうど温度が下がっていいと思うんですけどね。いや僕はね、豚やっぱりね、一番いいのはやっぱりこの茹でるのがね、茹でた豚ってうまいね。はい、うん、美味しいですよね、豚しゃぶって。あ、本当に僕しゃぶしゃぶは牛より豚の方がうまいんじゃないかなって、ね、最近思いました、うん、でもう一回完全に火消しちゃった状態で入れて、うんうん、でもあとあのこういうよく冷しゃぶとかねありますけれども、うん、あのお水とかにも落とさない方がいいと思いますね。あ、そうだね、あの氷とかに落としちゃうとせっかくのこの溶けた豚の脂が固まっちゃうので、うん、このちょっとぬるいぐらいが一番美味しいかなと思います、うん、なのでもうザルにあげるだけで、うん、これぐらいのボウルってもう一個あります。やっぱ人の厨房はあれですね、どこに何があるとかがわからないから、ね、うん、これ一番あの、いや僕もね、上海行ってね、あ、いいです、大きい方です。あったんですよ、どこに何か言葉が通じない。さらに、さらにね、片栗粉くれ何言っても分かんないからね。はい、あとはもうこれ和えるタレを今先に作っちゃいますね。お醤油と大さじ大体 1.5 ぐらい入れましたね。みりんも入れ、みりんも大体一緒ぐらい、まあ大体一緒、あの大体ですね、僕らもあのそんな普段測らないですもんね、この大さじいくつとか、うん、もう手加減だからね。あとお酢をお願いします。ごま油をお願いします。お酢でちょっと酸味も入れます。お酢はちょっと少ないぐらいですかね。ごま油、まあ、だいぶこれぐらいでいきます、うん、ちょっと一味で辛くします。先生も一味好きですよね。もう大好きなんですよ、うん、夏はやっぱちょっとピリッとね、そうするの美味しいですよね。うん、寒らしい。そしたらまあちょっと15分も経ってですね、まあ大体これぐらいでいいと思います、ね、はい、これ僕はいいこと覚えた。水気切ります。これ覚えとけよな。これ初めて。これで取れてますよ。いやだから苦味少しあった方が、ちょっとあった方がいい、ね、いいですからね、だからこれが、うん、いいと思うんですよ。あ、先生、入れますか。うん、あ、美味しい。うん、これもだけど簡単でいいね。苦味消えてますか、うん、ねえ、うん、そうですね、水気はちょっとして、沖縄に行くとこのゴーヤーをこうやってなんか酢漬けみたいにしておくの、みんなどこの家庭行ってもありますね、もうね。ああ、そう。お家によってこういうサンバイルみたいにつけたりとか、もっとあのピクルスみたいにしたりとか、うん、うちのかみさんの実家も何かしら冷蔵庫にあって、パイナップルと一緒にピクルスにすると美味しいですね、ゴーヤーは。あー、ゴーヤーパイナップル、ゴーヤーとパイナップルっていい、あー、そうかもね、あのとても合いますね、一緒に食べると、うんうん、で色も夏っぽくて、そう、いいね、うん、いいし。あ、そこに行きますか。はい、もうお肉も入れちゃいますか。いやー、すごい。ここまで一切難しい作業はありませんでしたね。簡単でしょ、うん、これ、ね、これがさ、いいよね、うん、家庭の料理はやっぱこれぐらいがいいと思いますよね、うん、こうやってまずこういう豚肉のような脂のあるものとまず一緒に食べるとこうバランスが良くて美味しく感じるっていうのと、あともう一個はやっぱり旨味成分があるといいんですよね、うん、なので大体沖縄の方ってこの鰹節を使うんですよ、こうね、ゴーヤを使うときには、うん、ゴーヤチャンプルにも入ってるときは最後にかける、ね、かける人もいるでしょう。あ、なんかちょっとこのね、鰹の旨味がまたゴーヤを食べやすくしてくれると思います。ちょっともう、ね、これいいんですか、自由に使って、どれか、うん、なんか夏っぽいの、うん、
こんにちは。炒めないゴーヤチャンプルみたいなもんですよね、うんうん、組み合わせとしては、うん、あ、うまそうだね。そしてですね、い最後にやはりゴーヤチャンプルというか卵も入れますので、ああ、なんと卵黄を上にトッピングしようかなと思います、うん、ははあ、豚しゃぶのゴーヤでございます。いやいや、本当にね、これはもう家庭でもすぐ真似できそう、うんうん、じゃあ私が取り分けさせていただいて、でも君も潰しちゃいますよ。綺麗ですね、うん、ありがとうございます。うん、おいしい。やっぱりあれですね、うん、ヘルシーな感じ、炒めてないから、うん、サラダみたいな感じ、いくらでも食べられちゃうんですね。そうですね、サラダ感覚でゴーヤの苦味も程よい感じになってると思うんですよね、うんうん、苦味ぐんぐんがんがん感じ、あんまり感じないってすごい食べやすいです。なんか苦いのかなと思ってたら意外とこれでも全然いけちゃいますね。そんなに得意じゃないんですけどゴーヤーは、これはすごい美味しいです。さすがです。豚肉はね、やっぱり茹でるっていう仕事はすごくいいよね。ビールに合いそうですね、うん、オリオンビール飲みたいな、うん、あ、今ビール飲んじゃまずいね。今、今、あ、今ね、今ちょっと飲ませていただきます。